ああ、美しい。大自然の中に悠然と佇む私は美しすぎる。なんか言ってるみたい。私たちに話しかけているのかな。いや、ちょっかい出されてる生徒は他にも結構いるらしい。そうなの。綾小路ボーイじゃないか。さあお次どうぞ。支持率俺以下。綾小路先輩、何か問題でもありますか。あのそれとも私に何か用かな。手短に済ませてもらえるかな。クラスにペナルティーがないのは不要な生徒をデリートするいい機会ということじゃないか。本当ですか、綾小路先輩。即断とはな。さすがは高円寺。さあ出発しましょう。バスの中で少しは休めると思います。3 2 1 0。優勝者は高円寺六助。軽く汗を流してこようじゃないか。残念ですね、綾小路先輩。いや、今から友達と約束があるんですけど。でもいいのか、七瀬。正直に言うと足が少し痛いです。でも最近は。それに最後じゃないわ。私の依頼聞いてもらえるかしら。その必要がある限りはな。全力で走れよ。